Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come next Ajiraji. 2月1日月曜日時刻は4時を回りました。アジクーターラジオ生放送の時間です。さあ今日から2月ということで暦が変わりましたね。もうなんかこう1月っていうね感覚がまだこう抜けてなくて、えー、まあ今日から29日間、まあ2月がね、えー、行っていくわけですけれども、もうああですね、あのー、キャンプの到来ということで、まあ昨日もそうでしたけれども、えー、まあ33032958と、いろんな子を いろんなね、道をこう通っていくと、やっぱこう、各地で、その旗っていうかね、球団関係のこう旗なんか見かけられますけれどもね、今年は、まあ、一時キャンプということで、六球団沖縄にやってきているということらしいんですけれども、あいにくの雨ですね。まあ、あの、毎年このキャンプのシーズンになってくると、沖縄もですね、やっぱこの雨模様がね、多くなっていくんですよね。まあ、またその、雨と打って変わって、昨日、おとといなんかはね、めっちゃこういい天気で、 まあでもちょっとあれか、あの土曜日なんかはね、小雨が降ってたりとかもね、ありましたけれども、はい。天気が落ち着かない、そんな2月になってきています。さあ、ということで、えー、今日はですね、いろんな話をしていこうかなと思っているんですけれども、まず報告としては、アシスタントの はい。へしささき、今日お休みです。はい。あの、先週は先週で東京でのね、出張でお仕事ということで、で、また沖縄に帰ってきてはいるんですけれども、ま、あの、沖縄でもね、えー、アパレル関係のお仕事をしながら、あー、タレントだったりとかね、えー、モデルの仕事もやってるということになっておりまして、で、今日はその沖縄県内でのアパレルのお仕事が忙しいということで、お休みでございます。はい。まあ、みんなね、それぞれ頑張ってますからね。 まあこの一週間に一回のラジオでありますけれども、なかなかね、都合がつかなくてということでございます。はい。えー、そして昨日ですけれども、僕はあの、キングス、琉球ゴールデンキングス、今年初めて見に行ってきたんですね。まあというのも、キングス自体、何年ぶりでしょうかね。めっちゃ久しぶりに見たなと思いながら、会場の雰囲気なんかもね、あ、こんなに、 音響なんか照明なんかもチビらしくなってるし、で、また、あのー、キングスのね、応援をされる皆さんのそれぞれの、あのー、応援の仕方っていうものが面白くて、えー、うちの、まあ、娘と嫁とね、三人で行ってきたんですけれども、まあ、あのー、リスナーのですね、えー、方々もね、何名かいらっしゃったようで、はい。多分、あのー、三千人近くのね、えー、観客の中ですから、お互い、こう、隔離できなかったんですけれども、いやー、まあ、惜しくもね、 敗れてしまいました。はい。あのー、まあ、前回僕が行った時もね、負けちゃってたんですよ。で、今回もね、負けちゃってるので、これなんか、ジンクスかなと。<laughs> 僕が行くと、えー、負ける的な感じなのかなと思いながらね、またこう、2月、また沖縄市にね、やってくると思いますので、えー、次はね、まあ、3度目の正直で、またもう一回、もう一回見に行って、で、リベンジをね、 勝つ瞬間をですね、えー、見たいなと思います。はい。面白かったですね。それにしてもね。うん。まあ、この FM コザでも番組を担当されている、吉本沖縄のクーバさんがね、えー、会長の MC も担当していて、で、そのクーバさんが時折このコートの中に出てきて、MC をしたりとかね、あと、情内アナウンスを担当していたりとか、やってましたけれどもね。はい。あのー、FM コザもね、えー、スポンサーということで、えー、しっかりと告知されてましたよ。なんかこう、 いつもね、えー、喋っている、まあ、お仕事で来ているっていう、う放送局の、こう、看板をね、えー、みんなの前で紹介されると、なんかこう、おっとちょっとなりましたね。はい。えー、沖縄市民の皆さんもですね。で、またこのラジオを聴いている皆さんも、ぜひ、キングスの応援。 行ってみてください。まあ昨日の試合をね、言えば 4, 4、5連勝か。5連勝がかかっていた、そんな試合だったんですけれども、第4クォーターぐらいからかな、えー。徐々にこう、点数がちょっと離れて、で、そのちょっと離れた差が、結局、ねえー、ホイッスルになるまでは、大きく開いてしまったという、そんな展開になってましたけれどもね。はい。まあでも、 ね、沖縄市の体育館でまたあの沖縄のチームということでこんなすごいチームがあるんだなと改めてね、えー、すごいなと思いましたはい「アジクーターラジオ」今日も夕方6時までこんな話もしながらね今日のテーマも引っ提げてお届けしていきたいと思いますさあ2月1日月曜日「アジクーターラジオ」今日のオープニングですくるりのナンバーで「ワンダーホーゲル」 2月1日月曜日「アジクーターラジオ今日のオープニングはクルルリーーワンダーホーゲルお送りしましまたこの放送は「お母さんの幸せそれは家族の幸せ」アイレディスクリニックソートバンク中野町オールスターモトクロスイン沖縄2016の提供でお送りします。 さあ、月曜日のアジクータラジオ、今日も沖縄市中央パーカービニュー入り口から生放送となっています。えー、今現在、小座上空は雨もね、落ちておりませんけれども、ただちょっとこう、まあ、路面が濡れているという、そういった状況です。で、意外にも交通量が多くて、少し、 混雑してるかなという、そんな国道330の情報でございます。あの、運転中の皆さんもね、えー、まあ月曜日、また月始めでもありますし、何かとこう、混んでたりとかね、あのー、病院が混んでたり、銀行が混んでたりとかすると思いますけれども、安全運転。はい。えー、心に余裕を持ってね、いただいて、安全運転、よろしくお願いします。さあ、今日の番組のテーマから早速なんですけれども、ジンクス。 はいあのオープニングでね、えー、僕がこうキングスの上に行くと負けるっていう、まあ、今のところ2戦って 2, 2敗というね、えー、もう100%の確率になっているんですけれども、まあ、実は過去にもですね、えーまあ、違う種目でありますがサッカー日本代表20、2010年ワールドカップの時にパブリックビューイングのね司会をするっていうのがあったんですよ。 ミュージックタウンで、えー、これ500人、600人ぐらいの方々を、こうね、あのー、大きなスクリーンで、えー、みんなフェイスペインティングやったりとか、えー、日本代表のおユニフォームをね、着て、えー、を、着て、応援みたいな、そういうのがあったんですけれども、2000やって、僕が司会をね、その時2000やって、2杯。<laughs> 何これと思いながら。 もう、お前司会しない方がいいんじゃないかっていうね、話になって、それ以来来てないですけどね、司会がね <laughs>。まあ、雨男とか雨女なんかもね、変な話、ジンクスじゃないですか。私が行くと、みたいなね。あの、高校野球なんかも、あの、私が見るから、見たら、負けるからって言ってね、見ないパターンとかもよく聞くじゃないですか。はためからしたらね、いやいやいや、そんなことないと思いますよって突っ込み入れたくなるんですが、本人なりの、このジンクスっていうのがね、あると思います。 まあいいも悪いもね、えー、ジンクスって多分たくさんあるんじゃないかなと思いますが、えー、皆さんいかがでしょうかはいえー、今日もメッセージお待ちしています宛先は 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp でお待ちしています、えー、ツイケスの方から荒田マサイガーさん、えー、モーリーさんこんにちはということで、えー、今日は ちょっと体調不良で自宅で聞いていますというね、えー、扁桃腺がめっちゃ腫れているからご飯食べられないという,うメッセージいただきました、はいあのー。最近多いみたいですね、この扁桃腺、咽頭炎だったかな。 ちょっとね、喉がこう、イガイガしてて、で、腫れちゃってて、で、ご飯を食べるときなんかもね、唾をこう飲み込むときなんかも、すごいこの違和感があったりとかね、するらしいですけれども、熱はないですかね大丈夫ですかねうちの嫁もですね、今日本当にもう、昨日ぐらいからか、えーまあ、39度超えのね、えー、熱があって、あいや、インフルエンザなんじゃないかなと思ったら、そうではなくて、 えー、この、喉の炎症からくる熱というね、話をしてましたけれどもね。ただ、こう、病院見てても、今日月曜日だったっていうこともあって、2、3時間もっと待ってたかな。まあ、なので、別の、病院に切り替えてね、えー、処方してもらいましたけれども、はい、ラジオ聞いて皆さんも、えー、気をつけてください。さあ、アジクーターラジオ、今日の番組のテーマ、ジンクスで、この後もメッセージをお待ちしています。 ラジオネーム、アルゴガルスキーさんのメール、この後コーナーの後に紹介していきたいと思います、えー。時刻は4時15分になりました。赤ちゃんいらっしゃいの時間です。 さあ、今日もやってきました赤ちゃんいらっしゃいのコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの協力でお送りします。さあ、今日は何の日ということで、今日は成人病予防週間、テレビ放送記念日、省エネルギーの日となっております。さあ、今日の出来事ですが、国民新聞が創刊1890年。 東京から大阪間電話開通1899年、えー、日本ビクター洋楽レコードを発売1928年の今日の出来事ラジオ番組英語会話始まる1946年の今日の出来事です、えー、マリリン・モンロー初来日 とということで、元ニューヨーク・ヤンキースのジョー・ディマジオとお新婚旅行に訪れたそうですそして、えー、東京・丸の内に日本初の地下駐車場開設1960年の今日の出来事さあ今日の誕生日の皆さん今日はですねめちゃくちゃ多いですね誕生日の方。 2月の1日、えー、女優の磯野桐子さん、中村雅俊さん、俳優、黒田アーサーさん、アーティスト、布袋寅泰、歌手、山本ジョージそして、えー、ジャズ、アルトサックス奏者、渡辺貞夫さん、登山家の今井美智子さん。 えー、プロ野球選手、沢村栄二さんのバースデーであったということです。さあ、2月の1日、今日は何の日お送りしました。このコーナーでは皆さんの身の回りの誕生日の方、これからやってくるお祝い事、めでたいニュースがあればこのコーナーまでお寄せください。えー、今月誕生日の方、これからお祝い事迫ってますという方、で、また結婚式がね、近々ありますとか、いろんな情報をお待ちしています。宛先は、 761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp でお待ちしています。赤ちゃんいらっしゃい、このコーナーは、アイレディースクリニックの協力でお送りしました。 さあ、ラジオネーム、アルゴガルスキーさんのメール紹介していきましょう。あ、今日、あ、今日のね、テーマ発表する前に届いたメールなんですけれども、えー、こんにちは、モーリー先輩。眠いです。あれかな飲みすぎかなそれとも、仕事しすぎかな <laughs> なんか、アルゴさんね、えー、飲んで疲れてるんだけど飲みに行ってるっていうイメージがめっちゃありますね。さて、提案テーマ。 えー、プレゼントからということで、えー、今日の提案テーマは「揃わない」靴下がバラバラでたくさんありますなのに揃いません 2D ですわかるーめっちゃわかるなこれ肩具ーってことですよね、えー、バンドのライブしようとしたらメンバーが揃わないとかもいけますねもう一つ提案テーマ季節感ないな、えー、土曜日に僕とめっこだけ半袖半ズボンでした えー、季節感ない格好季節感のないイベントとかないでしょうかオーストラリアは真夏がクリスマスですよはいアルゴガルスキーさんからいただきましたはいまあ一応今日のテーマはね、えー、ジンクスということですからはいあのー、ある意味アルゴさんあれじゃないテーマ俺が、まあ、僕がね決めてる時に限って提案テーマ送る傾向にあるとかじゃない <laughs> 提案テーマをたくさん考えてる時ほどもう速攻テーマが決まってたっていうねそういうことなんじゃないかなと思ってますがいかがでしょうか、はい、土曜日か雨降ってましたよね確かねあの名護の桜まつりに出かけてたんですよ家族総出ででそこの会場でもねちょっとこう雨が落ちててせっかく名護の、ね、桜祭り見に行ったのに、あのー、神社もね行けず。 結局、高いところから桜も拝むことができずっていう、そういう感じだったんですけどね、寒かったような、どんなだったかな。えー、まあ一応は、あのー、今日の情報に行くとね、最高気温は今日19度で、まあでも、昨日、今日、少しあれかな、あのー、先週末のね、あのー、肌寒さとはまた打って変わってではありますが、ちょっとまたこう寒さに慣れてきて、 えー、一瞬間寒いなって思う時もあ,あったかなえー、さあこちらもいきましょうラジオネームトマブンさんお一人様 DJ モーリーこんにちは負けジンクスモーリーこんな言ったらオファーこないやらにということで、はい、<laughs> いやこれあくまでも応援あ違うなもうダメだ弁解できない <laughs> 俺のジンクスは他局のラジオ番組のテーマを いとこのクワガナーニーニーからメールで聞かれたら、俺はボツになる。2年前までは2人ともボツになるジンクスだったけど、今年は俺だけだな。あと、俺は雨男みたいで、出かけようとしたらさ、土砂降りになったり、帰ってくる直前に大雨とかなるよ。えー、この前も仕事中時間が空いたからさ、実家に行ってタイヤ4本、ローテーションしたんだけど、発作、 タイヤ外し始めた時に小雨になってからやまあ小ぶりだったから大丈夫だったけどさ森5000キロごとにタイヤローテーションした方がいいってよはいということでラジオネームトブンさんからいただきましたありがとうございます、はい、帰ってくる直前に大雨洗車したのに速攻雨降るとかね <laughs> だかそんなのありますよねなんかねああ えー、5,000キロごとにタイヤローテーション。なるほど。あー年間大体1万キロぐらいですか走るのって。まあもちろんね、どんなお仕事とか、距離にもよりますけれどもね。大体こう1万キロって言われてますよね、1年。えー、5,000キロ ?5,000 キロってその半分ってことですか あ,あまあでもあれかこのメーターで見ればいいのか5000キロ走ったなーっていうぐらいをこう目安にして、えー、4本ね変えた方がいいというアローテーションした方がいいという、はい、前をね変えたりとかねいろいろこうやった方がいいっていうことですねいやもう本当によこの雨がもう多いですからねあのー、ラジオ聞いている皆さんもまあ、自己管理のね、えー、メンテナンスもそうですけれども自分のこの愛車なんかのねメンテナンスとかもした方がいいかもしれませんね 特にこう車のタイヤ溝がねちょっとこうなかったりとかしてくると大変ですからねはいこちらも気をつけていきましょうさあ今日の番組のテーマはジンクスはいこれをやると必ずこうなっているとかここに来ると必ずこうなったとかね僕的に言えばこの2月のシーズンっていうのがあの1月が終わってさあ2月っていう2月に入ると 体調を崩すっていうのが毎年あって、で、今若干ちょっとね、あのー、あれ風邪かなみたいな、そういう状態が続いているんですね。なので、このジンクスだけをね、あのー、ぶち壊していきたいなと思っておりますので、はい。えー、まあ、皆さんも、このジンクス、自分なりのジンクス、こんなところがあるなとか、ここ、これを見たら必ずこうなってるなとかね、 えー、この時期になったらこうなってるとかそういった情報があればメッセージをお待ちしています。761-fmcoza.jp761-fmcoza.jp でメッセージをお待ちしています。さあ時間まで曲いきましょう。スピッツで「アジサイ通り」。 さあ、お届けした曲は、スピッツのナンバーで、アジサイ通りお送りしました。なんかね、今日あの、午前中からずっとこんな雨でしょなので、その雨を見てると、なんとなくこういう曲が、ファーっとね、えー、浮かんできましたけれども、ラジオ聴いてる皆さんからも、まあ、あの、今運転しながら、またはね、仕事しながら、えー、聞聴いてますという方からのね、リクエストなんかもあったら、 まあ、コミュニティ放送ならではの、フルでね、曲をかけるっていうこともできますので、まあ、たまにあの、時間配分間違って、え、一番でね、サビに行く前に終わるとかもありますけど <laughs>、そういったこともありますけれども、あの、送ってみると意外と、まあ、曲があればの話ですけどね、え、かかる可能性が高いですから、はい、え、今後とも FM コサ、 76.1メガヘルツをよろしくお願いいたします。あの、最近ね、ユーストとかツイキャスで見てますよ、聞いてますよとかっていう人からね、あのー、反応がありますから、はい。そういった方からも。で、また、ラジオで、周波数761で、ジラジラの中、聞いてるという方からもね、えー、コメントお待ちしています。今日の番組のテーマは、ジンクスです。はい。まあ、僕がですね、ラジオで、 あ最近大丈夫ですよ、体調はっていう前向きなコメントをしてるときは、まあこれ毎年のジンクスなんですけど、その翌週ぐらいから声が出なくなってる。<laughs> 風邪ひいてるっていうパターンが多いんですよ。あの、いや、全然大丈夫ですよっていうね、ちょっとこう前向きなコメントを発してるときは、なんかあるんでしょうね、多分ね。うん。 いや多分、ご飯なんかもそうだと思うんですけど、あのー、普段はこのメニューを注文しないんだけど、体が干してるんでしょうね、多分ね。何かこう、シグナルを出してるんでしょうね、きっと。普段食べないんだけど、野菜多めのメニューを選んでみたりとか、汁系になったりとかね。なんかこう、体が干してるんだろうなって思う時なんかもね、よくありますけれども。もう最近はもうスープ系ですね、本当に。 手びちのね、スープなんかよく最近食べてますけど、なんかこうやっぱり、あ、体調がおかしいんだなっていう風に、こう体が、あのー、シグナルをね、こう発してて、で、結果、その食堂とかご飯屋さん行った時に選んでんだろうなと思いますけどもね。さあ、メール行きましょう。あらだがまサイガーさん。こんにちは、モーリーさん。今日から プロ野球春季キャンプが始まりましたね。沖縄にたくさん観光,観光客が増えますね。さてさて、今日のテーマ、ジンクス。俺はお笑いライブを見に行く時の前日に必ず風邪ひくってば、えー、去年もオリジンのライブを2回、昨日のベンビーさんのイベントを風邪で逃しました、えー。しかも予約してるから、えー、断りの電話がしづらい、えー。これもジンクスに入りますか あまりジンクスを理解していません。すいません。ではでは最後まで聞いてます。千葉リ用。はい。ラジオネーム、荒らラ,ラガマサイガーさんから頂きました。はい。いや、2回3回ね、重なってしまったらもう,こうジンクスって読んでいいんじゃないかなと思ってますけれどもね。あー、なるほど。なんかあれなのかなあ、お笑い、お笑い見に行きたいなって思ってる時ほど体が ちょっと抵抗力なくなってたりとかするんからお笑いでちょっとねこう笑いをいっぱい笑ってナチュラルキラー細胞をたくさんね増やしてとかなんかこうそういう求めてるんかなどうなんでしょうねこれね予約をするとっていうのがなんかちょっとみそのような感じがしますねこれねえー、こちらラジオネームおじゃるさんあ久しぶりですねおじゃるさんねハローモリー昨日はちびおじゃる2歳の誕生日だったよ お、1月の31日。あ、そっか、おじゃるさんの誕生日が多分、今日か。<laughs> えー、大好きな消防車のプレゼントに大は,大はしゃぎしてたよ。そして今日はおじゃるの誕生日です。会社からバースデー休暇をもらったので、えー、今日朝からショッピングしてるよ。2日連続で違うバースデーケーキが楽しめるって最高だね。 はい。ラジオネーム、おじゃるさんからいただきました。そっか、そっか。あのー、息子さんの誕生日が昨日、1月の31日で。で、お母さん。まあ、おじゃるさんの誕生日が今日なんだ。2日連続のバースデーという。あー、もういくつの言いましたかね。3歳くらいあ、2歳って書いてるね。<laughs> 全然見てない。全然見てないな。2歳の、二歳か。 えー、なんか3歳になってるっぽかったけどな。僕の感覚では。あ、じゃあうちの娘とそんなに変わんないんですね。今1歳6ヶ月なので。えー。多分走るんでしょうね、今ね。うーん。ジャンプするんでしょうね、きっとね。いいですね。はい。えー、ラジオネームジじルさん。今日が誕生日ということでおめでとうございます。 はい。2月の1日でございます。えー、あ、荒々釜サイガーさんからも、おじゃるさん、ハッピーバースデーということでコメントいただいてます。さあ、こちら、ラジオネーム、サザエさんのたまさん。モーリーさん、はいさい。県内一のサザエさんバカサザエさんのたまだよ。にゃお。えー、今日のテーマ、ジンクスね。小学生の頃、俺の父ちゃんの兄弟。 中蔵おじさんが、ワッターヤイーに高校野球見に来たら、負けるというジンクスがあったな。えー、中蔵おじさんは、絶対叶わん、どうせマキーさ、と散々文句だけ言いに来て、応援もしないで、えー、そのまま帰ったこともあったな。もう、これはね、アイアも絶対あのおじさんが来たら負けるやつだって思っちゃいますよね。<laughs> ええー、どうせ、どうせ叶わん逆転ないよ。ええー。 っていうのだけ言って帰るっていうね。いや、この後、どう、なんかなるかもしれないよ。逆転するはずよって前向きなコメントを言って帰ったらね、イメージはなんか変わりそうな感じしますけどね。して、キングスが負けたらモーリーのせいだったのか。俺に座席教えないであんなでかいのに数ミリしながら応援するからだよ。えー、次回からは長女のメイちゃんだけ、身に凝らして、勝利の女神になるはずよ。ラジオネーム。 サザエさんのタマさんからいただきました。はい、ありがとうございました。まあ、あの、昨日ね、本当にあの、本当に久しぶりに僕、キングス見に行ったので、ちょっと、あの、酔ってた、あの、人酔いというか、会場酔いっていうんですか、え、こんなになんか、華やか、華やかになってるのってちょっと思ったんですよ。あの、ご飯食べるところもね、あったり、キングスのこう、ブース、グッズのブースっていうんですか、があったりとか、 あと会場の中に入っても、やっぱこう、ところせましとね、あの、椅子がこう用意されてて、で、前列、後列と、で、二階席ということで、こんなに間近で選手が見れるんだなと。もう久しぶりに本当に行った、あの、バスケットだったので、いろいろこう、びっくりしたのあったかもしれませんね。だから人を見る余裕なんてなかったですよ、本当うん。いや、でもね、あの、あと一歩、あのプレーとかね。 やっぱこう、面白いですね、スポーツね。野球とかサッカーなんかもね、そうですけれども、あのー、アジアのね、えー、今回オリンピック優勝したじゃないですか。日本がね、ああいうものなんかもワンプレイワンプレイのあの瞬間の、あのパスがなかったらとか、あのゴールがなかったらとか、なんかいろいろこう思い返しますよね、やっぱりね。だから昨日のね、キングスのバスケットも、 あそこでちょっと流れに乗られたんかなっていうシーンがね、いくつかあって。あの、4第4クォーターだったかな ?12 番の原選手、向こうの大分の。めっちゃ機敏なんですね。小柄なんだけど。めっちゃ機敏で。で、ミドルシュートもね、スリーポイントシュートも、あの、打つっていうそんな選手だったんですけど、結構この選手が勢いに乗って連続得点がね、あったから、ちょっと勢いが持ってかれちゃったのかなって思ったんですけどね。 いやーでもまた今月もね、えー、チャンスがあったら見に行きたいなと思います。さあこちらラジオネームピーチベルシルバーモーリーリスナーさんこんにち首ピーチベルシルバーだよ雨が降ると腰に違和感があり必ず痛くなる、はい、あれかな、古傷なのかなこれね膝が痛むとかって言いますよね。 と雨が降る前の日は、ちょっとこう、偏頭痛がするとか。まあ、これはちょっと体的なね、ことなのかなと思いますけれども。まあ、でもそういうこともあるでしょうね。えー、そんなピーチベルシルバーさんからおじゃるさんへ。ハッピーニューイヤーということで。はい。あ、なるほどね。あの、明けましておめでとうございますということでね。あの、おゃ屋さんとはってことですね。そっか、多分今年初かな、メッセージ。もしかするとね。はい。えー、ありがとうございます。 今日のの番組のテーマジンンクスでまままだまだコメントおお待ちしておりますさあそれでは曲いきましょうかねこれはあのラジオネームアルゴガルスキーさん曲のリクエストえー、オレンジレンジのナンバーからということでアスタディスクお送りします さあ、ジクターラジオ、2月の1日月曜日、今日の番組のテーマは、ジンクスです、えー。負けるジンクス、勝つジンクス。はい。えー、まあ、勝負事の時にね、よくこう、使われてくるような言葉のような気がしますけれども、えー、皆さんの普段の生活の中で、あ私が早起きしてね、ね、行動をと、行動すると、かんなずこうなってんだよな、とかね。あのー、よし、行こうって決めたら、そのお店閉まってる、とかね。 休業日とか、あのー、都合により休ませていただきますの張り紙が貼られているとかね。まあ、こういうことってあるじゃないですか。たまにね。で、それが2件、3件とか続くと、ああ、もうこれもジンクスなのかなとか、いろいろね、えー、まあ、は言いようで、えー、こういったこともあるかなと思います。えー、今日の番組のテーマ、ジンクスで、まだまだメッセージをお待ちしています。ラジオネーム、アルゴガルスキーさん。 えー、放送作家のキャンさんという方とフェイスブックでつながっているんですが、えー、そのキャンさんや芸能系の人で有名なことがあるらしいですある人が来たらお笑いや演劇などがものすごく先客万来するらしいっすはいあもうたくさんの人がやってくるってことですねこれねはあなるほどあれこれはあるかもね あの、私が入ったら、ほら見てごらん。お客さんいっぱいしてきたさっていうね。こととか <laughs>。え、お昼時だからじゃないのって一生思う時もあるんですけど。たまにありますよね。この人が入ってくると、この人がお店に来ると、え、さっきまで観光撮りだった店内が、一気に人が溢れかえるみたいなね。 まああのー、ちょっと冷静に考えるとね、いや、お昼時だからじゃないかなとか、お腹空いてる時間帯だからじゃないかなとかいろいろこう思いますけども、なんかそういうのってありますよね。うん。信じるっていうかね。僕たちもね、なんかそういう傾向にあるんですよ。僕とあの嫁でね、ご飯食べに行った時に、はい、増えてきたんじゃないっていう。<laughs> もうお互いでなんかねあの揚げ合ってるっていうかねあれでどっちか1人が欠けていたらそんなにいっぱいすることないんだけどとかっていうね付け加えをやりながら夫婦でどっかにお店に行くとお客さん来るとかねだか今日もねあのー、そうなんですよ今日カフェ行ったんですね南城市にあるカフェなんですけどあいいなここっていうことで入ったのはいいんですけどただイメージしていた よりも値段が高かったんですよあのー、1250円でメインが来てでサラダは取り放題みたいなで食後に飲み物とデザートがついてますみたいなそういうお店だったんですねでメニューがもう2つしかなくてこの1250円の A パターン B パターン2つしかなくてはどうするってなって一応は水もねまだ出されてないし メニューだけ渡してもらったので買えることもできるよってなったんですけどもいやもうなんか変なあんにってなっていやでも金額2人でね2500円になりますからまあまあいい値段だなと思いながらあのランチバイキングとかだったらねいいんですけどもそうじゃないところだったのででまあいいやって入ろうと思って入って。 でででご飯食べてたんですねでそれからもう5分50分後ぐらいになってくるともう店内がどん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 こうざわつきだしてっていうかねお客さんがこう入り出してあれも今思ったらね僕らのだからジンクスの一つなのかなと思ったんですけどよく,よく考えたらお昼時だったなと思いながらねだからこういうのってやっぱりこう 思い込みというかねそういったところも含まれていると思いますので、はいえー、この千脚万来のお話でもねいいかもしれません、えー、こちらもいきましょうラジオネーム小佐野スケくんモーリーさん皆さんこんにちは明日大学のテストがあるんですが余裕ぶっこいています、まあ、勉強したからでしょうね小佐野スケね多分ね普段からねやってるからじゃないですかさて今日のテーマジンクス 火曜日の夜の番組にも同じ内容のメールをしたんですが、晴れ男じゃないかなと思う時がたまにあります。友達のバースデーサプライズ、晴れ。初日の出が見たいと思っていたら晴れ、えー。グレーのライブチケットが当選した日、晴れ。そして FM 小座のディスナーでいただいた、ディスナープレゼントでいただいた陸上自衛隊の皆さんの定期演奏会へ足を運んだ昨日も晴れていました。 ちなみに、プロ野球のキャンプに行く予定の4日、2月の4日も晴れるみたいです。それでは最後まで聞いています。ラジオネーム小沢之助くんからいただきました。はい。あの、冷静に聞いたらさ、あのー、ただ晴れてる日覚えてるだけじゃないのと、<laughs> 突っ込まれそうな感じでもあるんですけれども、いやでもそれでいいと思いますよ。本当に。うん。晴れもあってね、雨もあって。 どこを取るかだと思ってますから。2月の4日、小沢之助天気予報によると晴れるという、そういった情報ですね。まあ、あのー、先週か、小沢之助くんがね、えー、僕とイラミナ正規の、えー、サインを書いた色紙の受け取りの日も確か晴れでしたよね。<laughs> なんかそういう感じでね、覚えていただいたらいいんじゃないかなと思いますが。えー こちらも行きましょう。ラジオネーム、ともぶんさん、えー、モーリーの前振りは、見事だよね、えー、僕は大根に蜂蜜のくだりの話は特に気をつけんとということで、はい、あの風邪をひいたときは、こういうふうに、ねあのー、お家であるもので、えー、のどを、ね、潤してますとか。 あの、気をつけてますっていう発言をしたときに、だいたいこう、翌日、翌週ぐらいから風邪をひいてるという。はい。これはね、本当にね、あるんですよね。もうなので、もう抑えてる、自分の中で。あんまりこれを言わない子、言わない子をしてますからね。はい。セーブしてますね、最近ね。さあ、こちら、ラジオネーム、おじゃるさん。当たってるかなアライグマタイガーさん。ありがとうございます。 <laughs> ごめん俺の言い方が多分あれだったかもねあららマサイガーさんねはいそしてピーチベルシルバーちゃん秋めへのことやろ森相変わらずメール流し読みしてるねだからしょっちゅうおじゃるのリクエストがスルーされるんだぜ、ね、確かにちびおじゃるの見た目は3歳に間違われるけどまだまだ2歳だよ走るし高いところからジャンプしようとするし言葉もたくさん話せるようになってるよ 男の子らしく働く車が大好きで、えー、救急車やパトカー、清掃車、クレーン、ロードローラーなどなど、働く車の名前もたくさん覚えてるよ。ラジオネームおじゃるさんからいただきました。はい。あの、息子さんが2歳にね、えー、昨日かな、なられたということで、メールが先ほどありましたけれども。なんかね、子供たちって、この1歳とかから2歳ぐらいにかけて、 名前って覚えてきますよねあのー、うちの保育園の保育士さんかなえっと、あずさ先生とか、ゆかり先生とか、あの、あみ先生とかって先生がいるんですけど、その先生たちの名前を言ったら、ちゃんとその先生の名前の、先生のところに、えー、タオルをね、持って行ったりとか、あの、パンツを持って行ったりとか、あの、あみ先生にこれ持って行って、とかって言うと、スタスタッスタッと歩いて行って、 で、先生の前に行って持っていくっていうね。あ、ちゃんと顔と名前を一致させてるんだなっていう風に思ったし。で、またこの、最近では僕の娘はアンパンマンがすごいこう、あの、覚えてて。案が言えなくて、なんとかパンマンみたいな感じで言うんですけども、もうこの電化製品とか、あの、家電量販店とかで行ったりとかすると、このアンパンマンとかのね、バイキンマンとかのこの大きなこうなんか、 目印的なものがあって。で、そこを見ると、あ、アンパンマンって言ったりとかね。いろいろこうやりますね。覚えてくる時期なんでしょうね。この言葉が、どん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 この、あの、話せるようになってくる時期かもしれませんね。いやー、楽しいでしょうね。うん。僕ももう同じく楽しい、えー、子育てしてますけれども。はい。ありがとうございました。さあ、ということで、今日の番組のテーマ、ジンクス。この後、えー、4時台 5時台か。5時台もメッセージをお待ちしています。さあ、ここでお知らせをいくつか。先週、リスナープレゼントとしてご案内をしていました、ウエストマリン、ディナークルーズ船、モビーディック号のディナー券、一組様の当選者が決定いたしました。はい、先週ね、えー、告知をさせていただきました。えー、当選者は、ラジオネーム、アルゴ・ガルスキーさん、当選です。おめでとうございます。 はい。今、もしかするとラジオを聞きながら、どまギってるかもしれませんね。はい。えー、アルゴさん、FM 小さまで受け取りの方、よろしくお願いいたします。はい。まあ、今回ね、残念ながら漏れたという方、こちら、応募してみてはいかがでしょうか。これね、なんかニュース原稿かなって思うぐらい面白い内容なんですけれども、FM コザ、リスナーの田之助さんより、スナック菓子、ハートチップル、ニンニク味を大量に送っていただきました。そこで、 タロスケさんよりいただいたこのハートチップルをリスナープレゼントいたします。欲しいという方は FM 小座までご来局の上受け取ってください。数に限りがありますので早い者勝ちとさせていただきます。なお、メール、ツイケスなどでの応募は受け付けておりませんので、直接 FM 小座に来た上でハートチップルとスタッフまで声をかけてください。ご理解の上よろしくお願いします。 以上、FM 小座よりリスナープレゼントのお知らせでした。はい。もう放送局に着いた途端、ハートチップルって言っちゃうと、えー、そのハートチップルっていうお菓子がね、もらえるということですね。多分、僕は急に言われると、へーってなりそうですね。<laughs> はってなりそう。まあでも、スタッフはちゃんと、OK って感じでね、えー 受け取ってくれる。まあ、受け答えしてくれるということでございます。なんでしょうね。スナック菓子。ハートチップル。イメージでは、ポテチ的な感じなのかなと思ってますけどもね。ポテチ的な感じなのか。あと指にこうね、あの、とんがりコーン的な感じで、つけられるような、ちょっとね、遊びができるような感じのお菓子かなと思ってますが、いかがでしょうか。はい。面白いですね、これね。リスナーのこの、太郎介さんが、 お菓子を大量に送ってくれたっていう。で、それでディスナーの皆さんにプレゼントしようというね、そういったお知らせでございます。はい。えー、まあこれはメールとかね、あの、コメントっていうよりも、FM 小座に直接来ていただいて、えー、あさっきラジオでハートチップルっていう話してましたけども、とおっしゃっていただけたらもらえるということですね。どうぞ、FM 小座。沖縄市の中央パーカービューの入り口になりますのでね、えー、遊びに来てください。 アジクータラジオ、この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクーニック、ソートバンク中野町、オールスターモトクロスイン沖縄2016の提供でお送りしました。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming up, Azuragi. さあ、時刻は五時になりました。沖縄市観光情報発信コーナー、コザソースの時間です。月曜日のこの時間は、沖縄市観光振興協会の金里さんです。こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。もう約一ヶ月ぶり。うん、そう。気が付いたら。もう一月四日ですからね。<laughs> 久しぶりな感じ、もうするっちゃするんですけど。 でも合ってるからね、ちょっとね、フェイスブックとかもつながってると合ってない人も合ってる感じしますよね、なんかこう、緊張してたっててたりするし、お互い知ってるっていう感じがしますけれども、寒い時期から、またあったかい時期になったりとか、いろいろあった1か月ですけれども、2月、いよいよキャンプイン、そうですね今日からキャンプイン、一斉にしましたけどね、広島カープは中旬からですか月の日 まあ19九に来るんですけどうん、うん、20日からえスタートをして、まあ、すぐオープン戦という形になりますけどね昨年からえーこのオープン戦をするために沖縄に来るという形になってますけど、うんまあ、でも、まあ、ドラフトの、ね、信じる皆さんもそうですけれども、うん、黒田投手が残ったということもあって、はい、また今年もまた見どこありりそそうです、ね、そうでですすねねやっぱり前田健太がドジャース行くということになって、うんうん 投手の柱どうなるんだろうというところで、まあ、若手のね、大瀬良とか。そういう選手、福祉とかいますけどね。そういった選手たちだけじゃなくて、大黒柱必要ですからね。そこに。黒田が残ったっていうのは非常に嬉しいですね。はい。今年の、もう早いですけれども。順位予想。まあ、僕はいつも言ってますけど、優勝しますよ。あ、本当ですか。優勝します。優勝します。優勝します。まあ、まあ、去年は、えっと。 4位でしたっけ。そうですね4位ですね。あ<ー>まあ3年連続 A クラスかなと思ったんですけどできなかったですね。んはい、なんかこう勝負と思われる試合なんかもねいくつかあったと思いますけれども、うんはい、また今年もペナントを逃すような活躍を。ね、あのー、特に昨シーズンは菊クあたりがね、うん、ちょっと怪我ねえけどなかなかバッティング振るわなかったので、キクチがまあ腹長怪我を直しなが長していく。 ってもらうっていうことと、うん、やっぱ丸とかですね、うん、そういう若い選手たちがどんどん活躍してもらえればまああの A クラスにいた時の活躍はなるんじゃないかなと、うん、まあ勝ち星に関してもね外国人補強もしっかりできているみたいなので、うんえー、ピッチャーを含めですねいい準備ができるんじゃないかなと思いますね、はい、あとはやはり A クラスの他のチームたちにどう立ち向かっていくかというところだと思いますね、うん、ヤクルトであったり巨人であったりと、うん、阪神であったりそういったチームに 戦うの一番大変なところだと思うので、そこにどう持っていくかでしょうね。はい。さあこのまあ広島カープがキャンプイン2月の19日からまあ沖縄に入ってそうですね。20日からってことなんですけど、真剣スタジアムの中でどんななんかこうセレモニーとかってありますか。えっとですね、ちょうどですね、まあすぐ試合があったとかするので21、22あたりに歓迎式みたいなことをしますけど。 まあ、ほとんどもセレモニー的なものなので、えー、練習とか、まあ、練習試合の邪,邪魔をしない程度のぐらいですね結構、日程的には練習試合が結構詰まってますので、うんえー、普通の練習だけじゃなくて試合形式のい、うんえー、練習であったりとか練習試合を見ることができると思いますね、うん、なので、えー、球場来ていただければセレモニーじゃない方を見ていただきたいです。<laughs> なるほど <laughs> はい、はい まあでもこのキャンプって言ったらあのー、今まではこう壁があった選手たちともこの歩く姿だったりとかうん、うん、同じこの地面っていうんですかねはい、はい、同じこのところでこう見れたりとか、はい、できるっていうのがいいですねそうですね、うん、これが一番楽しみですよねさあキャンプ情報もありますけれども今月沖縄市のイベントいかがですかまあ1月は産業祭りがありましたはいえー、っと沖縄市的に言うと一番大きいの沖縄マラソンがありますね。 ヤッサーだったーそうなんですよ8日、ねえー、21日日曜日ちょうどきあ広島カープのねオープン戦の 2,、はい、2>, 2連チャンの、うんえー、うちの2日目21日日曜日に、うん、ジャイアンツ戦があるんですけどその、うんえー、日に当たりますけどその日、沖縄マラソンだからなかなかこっちから出かけること大変なので、ねうん、お出かけの方はい沖縄マラソンはい、沖縄マラソンは一番大きなイベントがありますんでね。うん えー、それに向けて僕らもまた、えー、と物産の出展などもありそうなので準備しますあれ、まあ、これがじゃあ今月の大きな、はい、あとは、えー、と修学旅行の方で、うんえー、神奈川の方から栄光学園というもうこの時期なんですね FM 小ツでもラジオ体験してもらってますけど、はいえー、その皆さんがまた来ますんで、うんえー、僕の担当は高校生に映画を撮らせるという,うん、うん、ショートフィルムを撮らせてその日のうちに公開をするということをやりますので2十、うんえー 20日,ですね、20日土曜日夕方銀天街の方で、えー、栄光学生がです、ねうん、栄光サイトを目打ちましてイベントをしてくれますその中で上映しますのでお時間のある方はこれはですか、ま、た今の段階で結婚のシナリオとかのやり取り今やってて,、はい、やってますよあの1月もドームに行った時に会いに行きましたからねあ神奈川まで、はい、<ー>結構いい感じのクオリティで上がるんじゃないかなと思ってますので、うん、毎年こうテーマがあるんですかいやえー、とーまあ テーマというよりも沖縄に来るので沖縄で撮ることを考えてっていうふうにやってるんですけどなかなか、えー、高校生の中で沖縄ってイメージがなかなか海しか思いつかないというところもあってですね海は抜いてねって言ってますけどそうするとやっぱ話の内容が、まあ、沖縄じゃなくてもいいなっていうのはあるんですけどそれでも高校生に考えてもらってやってもらうというところが一番ば、うんえー、この楽しみなの醍醐味なので、うんまあ、彼らが考えてきたシナリオをどれだけ、えー、プロっぽく 見せるのかっていうところが楽しみですよね、うん、これってあの出演者とか、はいあのー、カメラとか監督脚本出演全部高校生ですは<ー>編集も高校生にさせます僕らそのロケーションであったり動画撮影のお手伝いをするだけでですね彼らが全部やってます これ面白いのが当日、沖縄に入って、うん、もう朝から行動して、はい、夕方までに撮影と編集を終わらせて、はい、夕方、上映ですよね。これって結構な大変ですよ、ね、ハードスケジュールですよねだから、えー。内容的にはショートフィルムで10分以内に収めろっていう脚本を最初に上げてもらう、うん、で僕が、えー、それ尺を見ながら10分で収まるかどうかっていうのを判断をしながらやるということと、うんえー、うちからどんどん。 ロケーションのメールを送ってこの場所でいいのかこういうロケーション欲しいのかっていう話をどんどんしながら詰めていってその間にセリフを詰めたりとかですね皆さんで稽古しておいてねとかっていう形でさせたりとかっていうやり取りしてますねいやこれイメージはねなんとなくできたとしても現場に降り立ってみて空気味わいながら実際カメラ回すと違うでしょそうそうそうあすごいいい体験だはい面白いと思いますよこれあの英工学園の2年生の皆さんですかそうですそうです2年生の皆さんはい えー、たくさんやってきまして、うん、で、また、あのー、この栄光学会の皆さんの中でも小座体験だったりとか。うん、いろんな、こう、場所に行くんですよね。そうそうそうはい、あのー、リューブをしたりとか、うん、街歩きをしたりとか、まあ、写真を撮ったりとかですね。うん、あとは、えー、本当に、えー、なんとか、ね。 鳥の料理を作ったり本当に鳥を締めてですね、えーはい、そういう,う食育のところもやったりとかです、ねうん、いろいろありますんで、うんまあ、エーサー体験もありますけどねこういった体験をしていただいて、うん、でその中で栄光祭とイベントを銀展会で行ううとといいことでございま,す、はい、ますよ。さ,あ店頭さんからツイッタで、はいえー、なんちゃって陸上部として沖縄マラソンに出るという企画はいかがでしょうか。 味噌、えー、ぎとしての意味も込めて、これ僕に対するコメントですねこれね。ああ<ー>、はい、出たらいいあんたはじゃあ。<laughs> 絶対アウト。絶対アウトですね僕は。うん何キロ減らすなのよそしたら。いや一キロ走りましょうかね。一キロ走一 <laughs> キロ走って一キロは減らないからね。<laughs> やっぱこう体との相談ですから30中盤になってくるとそうだね、うん、あの腰も大変ですからね特に沖縄マラソンのコースはアップダウンが激しいですから、ねうん、えー、膝腰、結構きますんでね、うん、特に下りはやられますんんでねなんかねなか下りが楽と思ったら下りの方が衝撃きますからね。ということで、えー、今月は、まあ、沖縄マラソンもありますけれども神奈川からの修学旅行生 映画系の皆さんがやってきたの映画祭もやるということですね。じゃあ金里さんからお知らせってありますか。はいえっと特にないです今携帯持ってるからそう思ったんでしょ。はいこれ今ミキトニーから連絡来て返そうかなと思ってそれ話ししながらなんということだ打ち上げの話をしてたそうなんですね何の打ち上げですか。これね今あの沖縄フィルム沖縄市の小沢フィルムスの方で えー、撮影でこんなことしてるんだよっていう映像を今作っておりまして<ー>まだ終わってもないんですけど撮影中っていうか、まあえー、今回アニメにしようと思いましてアニメはい。あ例のやつですねはい小沢の二人も出てもらうやつですけどええ 3月にはウェブで公開をして、うんえー、いろんな方々に、まあ、こざで撮影ってこんなことしてるんだよって撮影する時はこんなことになるのでぜひともご協力お願いしますっていうようなアニメを作っていますまたいいですねあの CM なんかもありますけど、うん、このアニメタッチの映像で見るっていうのもね、うん、はい<ー>なかなかないでしょないないない,ないねだから普通の実写だとね、えーまあ、ありふれてるのでちょっとキャッチーなものを作りたいなと、うん、いうアニメにちょっとチャレンジしますアトロンさんのご協力を。 でこのキャラクターの吹き替えも担当するわけですよね。そうですね。まということで、じゃこれはもう来月、来月には多分公開できると思います。はい。今日今夜アトロンさんがどどこまで頑張るって発言するかわかりませんけど。まじゃそういうね小さを PR するような作品も作る作りますということでございますね。またじゃその際は報告もはいはいもう出来上がりましたすぐ報告します。はい。 ということで、はいはい、久しぶりの登場でした。沖縄市観光物産振興協会の金里さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 さあ、アジクーターラジオ。今日も沖縄市中央パーカービニュー入り口からの生放送となっています。今日の番組のテーマはジンクスです。はい、えー。私が行くと必ず雨が降っているとか、えー、セールっていう見出しを見て行くと必ず売り切れているとかね。いろいろこう自分の中でこうなんじゃないかなって強く思ってること。 まあ思い込みも含めて、ええー、まあそれがね、1回だけではなく、2回3回でこう重なった時とかにね、多分このジンクスで捉えると思いますけれども、えー、このジンクスでメッセージをお待ちしています。宛先は76、761アットマーク、fmcoza.jp、761アットマーク、fmcoza.jp でお待ちしています。さあ今日ずっと、 傘がね、必要な一日となっておりますけれども、えー、運転をされてる皆さんもですね、まあ、沖縄市小座上空はそんなに雨落ちてませんけれどもね、あの、路面が濡れておりますので、ドライバーの皆さん、安全運転をよろしくお願いいたします。で、また、ちょっとずつ、薄暗くなってきたような感もありますので、えー、ライトの点灯もね、ドライバーの皆さん、よろしくお願いいたします。さあ、この後、5時30分から地域密着道路交通情報をお届けしていきますが、 今日のこの後の天気。うーん、ちょっとこの後も雨が続いていきそうですね。降水確率70%。北の風強く雨の予報です。さあ、そして明日2月2日火曜日。北の風強く、後やや強く雨。昼過ぎからは曇りの予報です。波の高さ4メートル後3メートル。 午前中が50%、午後からは30%の見込みとなっています。まあ、今日が最高気温19度ということなんですが、明日はですね、ちょっとだけこ下がって、最低気温が15度。日中もそんなに上がらず、16度になりそうだということですね。はい、もう一週間って見たときに、この気温の変化がね、えー、5度前後、なんか、 週明けと週末にかけて一気になんかこう落ちたり上がったりねしているんじゃないかなと思いますけれどもえラジオを聞いて皆さんもこの気温の変化ねちょっとこう体調崩しやすいですのでえうがいと手洗いはまあ必ずやるようにしてでまたご飯なんかもねあの偏りがないようにバランスよく美味しいご飯もねいただきながら はい。なんとか2月乗り切っていきましょう。まあ、今月もね、今月であっという間に過ぎていくと思いますけれども、まあでもあのー、旧正月がね、えー、迫ってきたりとか、何かとまた忙しいシーズンでもありますので、はい。えー、健康気をつけていきましょう。さあ、それでは5時のオープニングをお届けして、この後もまだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしております。 味ーターラジオ5時のオープニングは、リンキンパークのナンバーで、ポイントオブオーソリティでした。 さあ、アジクルタラジオ月曜日、今日の番組のテーマはジンクスということなんですけれども、演技の悪い言い伝えということで、あの、まあい、いろいろあるっていうことですね。生活に密着した教訓、習慣だったり法則の一つとされているということらしいですね。まあ、あの、まあ、今日からプロ野球キャンプインということで、えー、1年目に活躍した選手、 まあそれはこ昨年で。で、今年はまあ言えば2年目という。で、この2年目のジンクスっていうものもね、えー、まあ今日の番組のテーマからいくと、一番こう分かりやすいのかなという。まあ1年目活躍したんだけれども、2年目活躍できないとかね。いろいろこう研究されてとか。はい。まあそういった感じで、えー、このジンクス。なんかしらんけどこうなるんだよなというね。あんまりこういいイメージではないという。そういったテーマでございます。 まああのー、メジャーリーグなんかとかでもねい、あのー、まあ、だにずっと言われ続けているのがこのレッドソックスボストン、レッドソックスが、まあ、ベーブ・ルースをね他、あのーまあ、球団にこう放出したことで、えー、ワールドシリーズで優勝できない。 まあ、バンビーノの、ま、呪いとかってね、こう言われているということなんですけれども。まあ、だけど、今から11年、12年前か、12年前にワールドシリーズを制覇して、で、そのね、ジンクスを破られたということなんですけれども。で、また、あのー、シカゴ・カブス、え、リーグ優勝、ワールドシリーズ出場ができない。まあ、これもヤギの呪いとか、いろいろこう言われているっていうことですね。 なんかこうメジャーではこの二つがすごい有名なジンクスのような感じもしますけれどもね。えー、あとね、サッカー、まあ J リーグの話題なんですけれども、前田良一さんがシーズン初ゴールを決めた相手チームは必ず J2 に陥落となるデスゴール、<laughs> などとも呼ばれているということですね。 これすごいですね。えー、これ2007年から2012年まで6年連続で起こったと。いうことなんですね、これね。前田選手、元日本代表のフォワードですよね。で、その前田選手が、そのシーズンで初ゴールを決めたチーム。必ず J2 に陥落っていう。<laughs> これ怖いなデージ怖いな え、ってことはあれか。何としてもこれ前田良一選手がいるチームには、引き分け、あ、違うな、点を取られてはいけないんだ。そういうことね。ええー、2007年から2012年まで6年連続でそれが起こったということですね。で、また2014年以降も J2 で前田選手が初ゴールを決めた田マーレ、かまたまわれさぬき。 J2 残留。2015年は前田選手が FC 東京に移籍した後、初ゴールを決めたのは浦和レッズだったんですが、J1 残留したため、このジンクスは過去のものとなりつつあるということなんですね。ああ。で、あと、サッカー日本代表で背番号1番をつけたゴールキーパーは、えー、FIFA、ワールドカップのピッチには立てない。 って言われていたんですが、えー、川島選手がこのジンクスを破ったこともあるということでございますうんまあいろいろありますねうんまあでも相当なんかねこのメディアとかに取り上げられてプレッシャーなんかもねその選手にこうかかっていたりとかすると思うんですけどもね、えー、あと阪神阪神タイガースが優勝した年またはその翌年は景気がよくなる えー、日経平均株価が大きく上昇する年が重なっているというもの。まあ、いろいろこう何かとこう重なってはいるんだけれども、まあ、これもそれも阪神のおかげなんじゃないかとかね。いろいろこうなんか、まあ、タックあってくるということなんでしょうね。はい、いろんなこうジンクスがありますが。ラジオネーム、昼間の奥さん。アメコンコンという県名に書いています。昼間の奥さんよ。ん眠い。 モーリーさんと靴下が濡れちゃったリスナーさん、こんにちは。はっさ、こんな天気悪い日が続くと、葉野菜なんて育たないわよ。日照不足で、えー、育たないキャベツは虫食いのせいもあり、数枚の葉を剥がされ、余計に小さくなって入荷。店内は高級ブティックのように、数点の商品が数点並んでるだけです。とほほなので、早く帰りたいわー。 もう人参しりしりにニラで彩り鮮やかに作ったらあれ私は誰に言ってるかね <laughs> さあテーマジンクス足長鉢バチが低い木の枝に巣を作ったら大型台風が来るとかデゴが真っ赤に咲くと台風の当たり年とか、えー、どちらも近場では見ないのでよくわかりませんね妊婦さんに首にタオルをかけるとへその緒が 巻くからやっちゃいけないとかええー、そうなんですね。マフなら、マフラーならいいのかなんてね。えー、飽きないはじめのお客さんが、えー、だ、若い男性だと商売繁盛するって聞いたことがありますが、年末には忘れてるし。はい。<laughs> ああ、あれですよね。若水組なんかも若い男の人が行ったりとかありますよね。あはー あ、これはなんか聞いたことありますね。うん。まあ、ジンクスというか、なん、あ、まあまあまあそういうことか。ええ。ああ、なんかありますね。初めてこのおばさんのお家に行くとき若い男性の人生かしなさいみたいなとかね。そういうことでしょ、きっと。ええ。あ、なんかいろいろ出てきますね。妊婦さんが首にタオルをかけると、へその緒が 幕からやっちゃいいけないええー、これちょっと初めて聞いたなあ、あそういうことか。あのー、まあ、あ見に起きてなくても、この身の周りでね、えー、どうやらこういうことらしいよっていう、まあ、逸話も含めて、ええー、このジンクスのお話があれば教えてください。はい。761-FMCOSA.JP761-FMCOSA.JP でお待ちしています。 さあこのあと5時30分からは地域密着道路交通情報の時間をお送りしていきたいと思います皆さんの聞いてる地域の渋滞情報や天気の情報もお待ちしております一旦 CM でーすせーの761「アネコチョチアナマコエゲームコチャ」ドット t、うん、ーメイユ目の状態 ッビトスイッチ押したならかけるは FM レディオ761、yeah, これで決まりだなその耳の音も FM 小坂構わず聞いてみな <music> 心と心がつながるレディオ俺は隣に押しいよレディオ76.1聞くなら FM FM コザから発信だ ReadyGo761 <Yeah. S> ヘッチェックしな r デ a d y g o 手もちろん皆さん FM コザ761がキャルツヤバド761君ならとも中にハマってしまいな FM 小 yeah. Yeah. コザに さあ、時刻は5時30分になりました。地域密着、道路交通情報の時間です。沖縄市の千葉な十字路から行きましょう。329号線は目立った渋滞はなく、順調に流れているそうです。329号線、千葉な十字路付近は目立った渋滞はないそうです。ただ、雨が結構落ちていて、土砂降りになっているということです。 FM 小座スタジオ前、パーカーベニューから見える国道330なんですが、小屋向け、小座向け、えっと、小座方面から小屋向けでちょっと混雑が見られますが、小屋方面から小座十字路向けに関しては、今のところ順調に流れています。ただ、こう、だんだんと雨がですね、えー、強くなってきたように思いますね。はい。330を通行される、通る皆さんもお、車両の皆さんもね、 えー、ワイパーが結構こう、3から4ぐらいなんかね、ちょ,ちょっとこう、フリーが大きくなってますけれども、はい、えー、ドライバーの皆さん、沖縄市、小屋十字路330沿い、ちょっとずつ混雑、でまた雨がね、えー、強く降ってますので、こちらお気をつけください。先ほどもお伝えしましたが、えー、天気情報ですね、えー、この後の降水確率70%。 天気の予報としては、北の風、強く雨、波の高さ4メートルとなっています。えー、この後も夜にかけて雨がね続いていくと思いますので、はい、えー、閉じまりも、でまたドライバーの皆さんも、急発進、急ブレーキ、急なハンドル操作しないように安全運転よろしくお願いします。以上、ここまでは地域密着、道路交通情報と天気の情報をお送りしました。 さあここでお知らせオールスターモトクロスイン沖縄20163月の5日3月の6日名護市更けにあります今名護クロスフィールドの方で行います全日本のトップライダーを集めたモトクロスのイベントで昨年に引き続き今年は2回目の開催日本のプロのモトクロスレース,ス,レースの1ヶ月前に今年のレースの行方を占う大きなイベントです 日本のモーターサイクルレース全般を統括する MFJ 公認コース。全国に数カ所の全日本選手権が行える数少ない公認されたコースの中の一つとして、2015年、沖縄では初めて、今なごクロスフィールドが選ばれました。そこで、モトクロスの国際 A 級クラスで、さらにメーカーとプロ契約をしているファクトリーライダーの方々をはじめ、えー、沖縄ではここでしか見られない、全日本、 レディースライダーの走りもご覧いただくことができます。普段は日本各地に散らばっている全日本の会場にわざわざ足を運ばなければ見られないプロのモトクロスライダーの走りをぜひこの機会にお楽しみください。また、日本全国からこのオールスターモトクロスを観戦しに自分のオートバイと一緒に沖縄を観光するツーリングパックが企画されており、日本人で初めてパリダカールラリーに参戦し、 北極から南極までオートバイで旅をしている冒険家、ジャーナリストの風間真二さん、モトクロス初代女王の井出川真美さんもこのツーリングパックに参加しており、オートバイでの冒険の数々をお話ししていただけるトークショーも3月の5日、3月の6日に会場で行います。その他、オートバイをお持ちの方だったら、一着は持っておきたい、ライダージャケットの老舗メーカー、串谷さんが沖縄では初めて、 この会場だけに出店。その場でユーザーの寸法を採寸し、オリジナルのジャケットを作ってくれるサービスを受けられることになりました。あなただけの夏用メッシュ入りレザージャケットを作ってみませんかまた、オンロード用の串谷製品やグッズをたくさん持ってきてくれます。この機会に串谷製品の耐久性、しなやかさ、快適性、スタイル、着心地を体験してみてください。 内地のサーキットでしか受けられないこの串谷のプロントサービスをぜひお楽しみください。プロテントサービスですね。その他にも二輪用品ブース、沖縄トヨペットさんのハイエースの展示や飲食ブースなどが出展予定。全日本選手権の雰囲気をお楽しみください。現在チケットはファミリーマートで好評発売中。お近くのファミリーマートファミポートにてお求めください。 以上、オールスターモトクロス in 沖縄2016のお知らせでした。さあ、ということで、もう1ヶ月後ぐらいでしょうね。えー、名古屋の夜更けの方で、えー、コースがありまして、えー、こちらの方で2日間にわたって行われていくということです。あのー、リスナープレゼントなんかもね、えー、ちょいちょいこう、用意してい、えー、きますので、 どうかラジオを聞いて皆さんもですね、FM コザにメールを送ってみてください。宛先はこちら、761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp でお待ちしています。さあ、それではここで曲行きましょう。ラジオネーム。昼間の奥さんからの曲のリクエスト。まあ、今日の空模様と、えー、この曲ということで。 えー、森高千里さんのナンバーで雨を一曲お送りしていきたいと思います。今日の番組のテーマはジンクスです。はい、ジンクスにまつわるエトセトラメッセージお待ちしています。 お届けした曲はラジオネーム「昼間の奥さん」のリクエスト森高千里で雨お送りしましたあのよーくこう耳を澄まして聞いてみるとこのちゃんと雨音も入ってるんですねこれねあんまりこのまあイントロはねちょいちょい聞く聞いてますけどこのボーカルがあってボーカルが終わってからのこのアウトローっていうんですかねの時のこう音をちょっと耳傾けてみると思いっきりこの雨のね しとしとの雨の音がなんか入ってるんですね。えー、お届けした曲、森高千里、雨、お届けしました。もう今日一日中ずっとなんか雨降ってるからね、やんだと思ったらまたポツポツ降って、でまた、あ、もう晴れてくるんかなと思ったらね、また長い雨が続いたりとかしてますからね。この後もまだまだ夜遅くにかけても、雨落ちるという予報ですので、はい。雨に気をつけていきましょう。まあ、傘をね、 忘れたとか、もう傘自体持ってないとかもね、あると思いますけれども、はい、これからお出かけの方も、えー、また雨が一雨来ると思いますので、ね、気をつけていきましょう。さあ、ラジオネーム、ともぶんさん、アジラジのジンクス、モーリーが読み忘れたメールを今更ながら読むと、滑った上に変な空気になる。<laughs> まあ、これはでしょうね。間が悪いっていうことなんでしょうね。 え、今ここで読みますかっていう展開でしょうね。まあ、あの、リスナーさんとしては、あち高校のうちにね、送ったつもりが、だいぶ冷えてから紹介するもんだから。なんで今このメール読んだのかなみたいなね、そんな空気になるってことでしょうね。森、もう俺のメールよ。探さなくても、もちろん読まなくてもいいからよ。アジラジのジンクスが一番多いな。はい。不思議な話ですね、これね。えー、青の軍団さんから今日はメール来てないの えー、迷惑メールのボックスも一応探したらということで。はい。一応ね、あの、このメールが届いてからすぐ探したんですけれども、なかったですね。はい。まあ、あの、仕事が忙しいと、えー、捉えていきましょう。はい。あ、そうだ、明日ね、あのー、もう、先週から、まあ、お休みですけれど、DA、明日も休み。ちょっとね、あの、いろいろ、あのー、 お休みをいただく、事情というかね、ありまして。まあ仕事が忙しいっていうプラス、ちょっとね、来れないということがありまして。はい。なので、2月の中旬ぐらいになってからかなと思ってますけどもね。はい。えー、まあ今日は今日で、へしきさき、お仕事でお休みですけれども。まあ最近ね、ちょっとこの月とカーが、あー、一人ラジオ多くなってますけれどもね。はい。まあまあ。 メッセージも随時お待ちしております。ラジオネームジャビオさん。森、音市場でのライブビューイングで盛り上げ,と盛り上げようとして、青で行くよって言ったのに観客にそう無視されたものだから、サッカー日本代表が負けてしまうジンクスを作ってしまった司会業の皆さん、それにアジラジリスナーの皆さん、こんにちは。<laughs> 司会業の皆さんっていうかもう俺だけですからね、これね。えー、おじゃらさん、久しぶり。 えー、おじゃるジュニア並びに、おじゃるさんお誕生日おめでとう某コンビニで午前中ホットカフェオレを飲んで、午後は同じコンビニでホットカフェラテ飲んだんですが、同じ味なのはオイラが味オンチなのか。頑張れ俺え、どういうことですかホッ、あ、ホットカフェオレとカフェラテを飲んだんだけど、同じ味なのはオイラだけってことですね。違いがわからないってことですか これ俺全然わからないんですよこのコーヒーのことラテとかねカフェオレとかよくわかってない <laughs> 先週もねあのー、スターバックスでねドリップコーヒーを注文したんですけど意味わかってないですからね本人は全く何の意味もわかってなくてただこう先輩があのドリップコーヒー飲んだんだよっていう話につられてあじゃあドリップでっていう展開だったんですけどね えー、味はそんなに変わらないのかなこれね。コーヒー好きからしたら結構変わるって思ってるんですかねどうでしょうかねさて、ジンクスといえば、あまりジンクスを感じることはないけど、えー、強いて言えば、嫌いな取引先ほど、会長の同僚との話の中で、最近、〇〇会社から連絡ないからラッキーやさーって話題に出したら連絡が来る。口はわざわ災いの元なのか とといいうことでたただきました、はい、あれじゃないですか口ウィンっていうやつじゃないですかねこう口に出したことを後から物事が追ってくるっていうねくがに言葉とありますけどこれじゃないですかもしかしていやー最近ねあのー、このフェイスブックの友達のね人のこのウォールに投稿されてましたけども、えー、口に入れるもの口から出すものは 大切にしなさい。ね。言葉人事系でしたか。そういう言葉もありますけれども。本当にこうお金を使うように言葉も使いなさいっていうことでしょうね。たまにあるんですよね。なんかね。あのー、ま、あジンクスではないですけど、最近あれ元気かなーみたいな話題になった時に LINE が来たりとか、あのー、メッセージがね、来たりとか。まあ、時にはこう電話が鳴ったりとかね。そういったこともありますけれども。 えー、放送時間残り7分となっていますが、まだまだ皆さんからのジンクスメッセージをお待ちしています。 さあ、ということで、えー、お届けした曲は、ピンクレディのナンバーで、2年目のジンクスという曲をお届けしました。こういう曲も調べてみるとあるもんですね、これね。はい。えー、ピンクレディのアルバムの中から1曲お送りしました。さあ、ラジオネームシューターさんからメールが入っています。お疲れでした。はい、以上です。お疲れでした。はい、今日も忙しかったんでしょうね。と、というか今、忙しいんでしょうね、多分ね。はい、安全点で、この後も仕事頑張ってください。 えー、ラジオネーム、ゆうりママさん、モーリーさん、ディスナーの皆さん、こんにちは。今日は昨日と違って、雨で肌寒いですね。だからね、ちょっと肌寒いんですよね。さあ、テーマ、ジンクス。これはうちの母の個人的なジンクスの気がするんですが、手のひらが痒くなると、お金が入ってくる。足の裏が痒くなると、お金が逃げていくらしいです。当たってたり外れたり、微妙ですが、では今週も頑張りましょうということで。<laughs> できれば手がゆくなりたいね足がゆくなったらなんかちょっといろいろ連想するじゃないですかええー、面白い手が痒くなったらお金が入ってきて足が痒くなってきたら、えー、お金が逃げていくさあラジオ聴いてる皆さん今どうでしょうかどっちかといえばどうでしょうか <laughs> 足かな足が痒いからどっちかって言ったらねえー、こちらもいきましょうラジオネームトマブンさん えー、スターバックス。めったに行きかないけどということで。本日の、本日のコーヒーしか飲まないな。えー、コーヒー好きだけど、種類まんでる若いみや。あと、俺が毛嫌い。生理的に受けない人、受け付けない人ほど、よくばったりやったり、夢にも出る。意識しすぎてるんだはずね。本日もお疲れ様でした。そして、えー、下水道。 森、ガソリン入れるなら今日だよ、ということで、ラジオネームさん参加いただきました。はい。えー、先週ね、あのー、めっちゃ沖縄県内かな。あのー、ガソリンが安く、ということで、えー、なってましたけれども。またちょっと上がってくるんですよね。うん。まあ、いろいろこうタイミングもありますけれども。はい。えー、2月の1日。 一週間スタートしていきますので、またしてもね、アジラジよろしくお願いします。今日のエンディングはバンプオブチキンで天体観測を聞きながらお別れです。アジラジ月曜日、ここまでのお相手は DJ モーリーでした。また明日